ラスボスの紅叩きたくてツインメダル練習しています。160ぐらいまでは足が動くようになりましたが、紅叩く上での注意点を教えてほしいです。160で足が動くようになったらもう紅いけるんじゃないですかね。あれ確か156とかやったと思うので、をやるときそうなんですけど、結構ね手足がバラバラになりやすいんですよね。足も手と同じようにずっとこうどこどこ踏むんですけど、こう4つのまとまりを作れるといいと思うんですね。だからこう例えば足でどこ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 なんですけど、まあ、これをたこ焼き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 で、まあ、4つのまとまりを作りつつイメージするみたいなね。で特にこのツーバスの、まあ、紅のとこタコとこタコは、どちらかというとこうスネアの方にズンタンズンタン、こうズンパン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 嵐吹くでこうあるので、16分音符のアクセントもなんか3番目にあるような感じなんですよ。こうタコとこタコとこタコとこタコドゥクタコドゥクタコ、こうなんやろ、3番目にアクセントをつけながら踏むようなイメージでいくと、これなりのうんたんうんたん、この、まあ、ここにこう合わせていきやすくなると思うので、なんかそんなノリでこれなりを練習してもらうと良くなっていくんじゃないかなと思います。はい。